本当はまだ引きずってるでしょ。次はどうすれば失敗しないかって、迷惑かけないかって頭の中でぐるぐる考えてる。敬語、イザナちゃんの目はごまかせないか。自分の信じる道を進め。それって覚えてる？レスナちゃんが言ってくれた言葉だよ。騎士の試験に落ちた時さ、やっぱり鍛冶屋を継ぐべきだって周りに言われたんだ。お父さんも私に継いでほしいんだろうなって思ってたから迷ってた。でもね、あの時レスナちゃんが背中を押してくれたから今の私があるんだよ。レスナちゃんのおかげで騎士になる夢を追い続けられてるんだよ。だから迷惑だってかけていい。レスナちゃんも自分の信じる道を進んでほしいな。その道を私が守るから。イザナちゃんなんか恥ずかしいこと言ってるね。そんなことないよ。ありがとう、イザナちゃん。